ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサロです。今回は先週1週間の SIM フリースマホ、それからキャリアスマホ、両方合わせたスマートフォンの人気ランキングをご紹介します。まずは第10位からです。10位は ASUS の Zenfone5。 こちらは以前のランキングで7位に入っていたんですが、順位を落として10位になっています。またこの Zenfone5 シリーズの中には Zenfone5Z といって CPU がスナップドラゴン845を搭載したフラグシップモデルも存在するんですが、そちらについてはトップ10の圏外になっています。9位はソニーの Xperia XZ プレミアム。こちらは今から1年以上前に発売されたモデルではあるんですが、 4K ディスプレイを採用したスペックの高いモデルになります。 Xperia については春以降に最新の XZ2 シリーズが発売されているんですが、ここ最近なぜか昨年の XZ シリーズが売れるという現象が起きています。最新の XZ2 シリーズというのは背面が丸みを帯びたデザインになって、なおかつ指紋センサーも背面に移動してしまったため使い勝手が悪いというところが影響しているのかもしれません。8位は同じくソニーの Xperia XZ2 コンパクトです。こちらは Xperia の最新モデルになります。 XZ2 シリーズは合計3つのラインナップがあって、8位にランクインした XZ2 コンパクトがその中でも一番コンパクトなモデルになります。その他 XZ2 といってコンパクトのつかないディスプレイサイズが大きいモデルに加え、近々発売される予定の XZ2 プレミアムといって 4K ディスプレイを採用したモデルもあります。今回のランキングトップ10にランクインしているのはこの XZ2 コンパクトだけになります。コンパクトといってもディスプレイサイズが5インチある上、 CPU やディスプレイなどスペックも高いモデルになっています。実用的なサイズでスペックも高いということで、この XZ2 シリーズの中では一番人気の高いモデルになっています。7位はファーウェイの P10 ライト。こちらは発売日が2017年6月のことで、今から1年以上前に発売されたモデルとなります。価格が安い上、ミドルレンジではあるものの、スペックもそこそこ高い、なおかつデザインも決して悪くないということで、1年以上経った現在でも人気のモデルとなっています。6位はシャープのアクアセンスプラス。こちらはシャープがSIM フリー専用モデルとして設計した製品になります。フラグシップのアクオス R2 のようなデュアルレンズカメラやハイスピード映像を搭載してはいないんですが、ディスプレイは消費電力の少ないエグゾーディスプレイを採用している上、SIM フリーとしては珍しく防水にも対応しているモデルです。また最近では少なくなってしまいましたが、指紋センサーの位置がディスプレイの下、前面に搭載されていて使い勝手のいい端末になっています。その辺もあってか、SIM フリーとしては価格がやや高い4万円台となっていますが、とても人気の高いモデルとなっています。5位はファーウェイの P20。ファーウェイの P20 シリーズは最上位モデルのトリプルレンズを搭載した P20 Pro が有名ですが、P20 Pro とカメラ以外のスペックがほぼ同じ端末になります。ただ、ハイスペックでありながら価格は6万円台と手頃な価格に設定されていて、SIM フリーでもハイスペックな端末が欲しいという方に人気が高いようです。4位は昨年末に発売された ASUS の Zenfone 4 Max です。こちらもファーウェイの P10 Lite と同じく、価格が安く、スペックもそこそこ高い端末になっています。最大の特徴はバッテリー容量で 4100mAh と、一般的なスマートフォンの 1.5 倍から2倍の容量を搭載しています。3位はファーウェイの Nova Lite 2です。こちらもやはり、価格は安く、スペックがそこそこ高いモデルとなっています。デュアルレンズカメラに縦長ディスプレイといった最新のトレンドは抑えつつも、価格は2万円台前半と買いやすい価格なのが特徴です。2位はファーウェイの P20 Pro で、こちらは先ほど5位にランクインしていた P20 の上位モデルとなります。背面のメインカメラはトリプルレンズを採用している上、高感度撮影にも非常に強いため、写真はもちろん動画撮影においても、屋内や夜間での撮影で威力を発揮します。その反面、価格が一括購入で10万円超えとかなり高額になってしまっているのが欠点ではありますが、長く使える端末だと思いますので、月々サポートなどを利用して購入するのがいいかと思います。そして1位は同じくファーウェイの P20 Lite になります。この P20 Lite は P20 シリーズの中でエントリー向けのモデルとの製品です。上位モデルの P20 やP20
P20 Pro と同じく、ディスプレイの上部に切り欠きのある縦長ディスプレイを採用したモデルとなります。P20 Pro のような広角の撮影には向いていませんが、普通の明るさの環境で撮影する分には綺麗な写真が撮れる。エントリー向けとしてはそこそこいいカメラが搭載されています。なんといっても3万円を切る低価格で販売されていて、安いところでは2万円台中旬で購入することができます。スペックと価格のバランスがとてもいいモデルということもあり、発売以来ずっと人気ランキング1位をキープしています。ということで、今回は先週1週間のスマートフォン人気ランキングをご紹介しました。今年前半に登場するモデルについては、ソニーの Xperia XZ2 プレミアムを除き、全ての端末が出揃った状態で1位になったのがファーウェイの P20 Lite となりました。残念なのは、発表当初とても話題になっていたシャープの Acoustal2 がトップ10の圏外になっているところで、ハイスピード映像を搭載したり、動画用、それから写真用、それぞれ専用設計されたデュアルレンズカメラを搭載するなど、スペック的にとても魅力のある製品ではあるものの、ハイスピード映像については、いまいち性能の高さがわかりづらく、また、動画、写真、それぞれ専用設計されたカメラについては、いまいち完成度が高くなかったということなどもあって、あまり人気は高くないようです。近々ソニーの Xperia XZ2 プレミアムが発売されますが、この端末が人気ランキングでどのぐらいの位置に来るか気になるところではあります。また最新のランキング結果が出ましたら別の動画にてご紹介したいと思います。なお、今回のランキングに登場した一部のスマホについては、この動画の概要欄の方に販売店のリンクを貼っておきます。最新の価格や詳細なスペックが気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。